アナキンだ。よし、今日はみんなであの巨大な黒いクリボーと戦うぞ。大きい。さすがに大きいね。ああ、びっくりしたよ。ビビルイズだよこれは。そうだな、ちょっとさすがにクリボーだからクッパに来てもらうか。そうね。クッパ、なんだ今お昼寝の最中だったんだぞ。お昼寝してる場合じゃないぞクッパ。そうだよ、とんでもなく大きなクリボーが目の前にいるんだよ。そうなんだと、我が輩のクリボーが。よし、レシ帰れ、帰るんだ。ああ、もちろんもちろん帰るよ、本当に。あのクリボーだクッパ。でっか、でっかす、黒いしくだ、でっか、ちょっとなんか怖い。どうしたんだクッパ、どうしたんだクッパ、どうしたの。いや、ちょっとある、我が輩用事を思い出して。ちょっとあの画面にしてくれ。なんだよあの画面って。どうしたんだよクッパ。いや、我が輩ちょっとな、あのお昼寝が足りなかったんだよ。え、いやそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。クリボーだよあれ。クリボーだから自分の手下でしょ、ね、なんとかしないと、ね、いやいや、あんなでっかいクリボー見たことないし、戦ったことないし、怖いし。怖い怖い言うたな今、怖い言うたな。いやいや、怖くない怖くない怖くない。何言ってんだよさっきから。ちょっとこれはね、私たち二人じゃ、ね、手に負えません。ルイジ帰れ、お願いします。いや僕は変わらないよこんな。怖くて僕の方が行きたくないんだから。いやいやいや、そういうあのクッパが行くべきだろう。あのクリボーなんとかしてあげたいと思わないのか。いやちょっと我が輩あの腰がね、あの腰が腰痛持ちですか。亀の甲羅が重たくてね、重たそうだもんね。取れないしね。言ってんだよさっきから、もう本当にごまかしてるんでしょ。ピーチ姫からなんか言ってあげてよ。よろしくお願いします。いやー、ピーチ姫によろしく言われたら我が輩が行くしかないだろう。調子が出てきたみたいだな。行くぞみんなで。では行きましょう。みんなと言ったところですが3人でしか行けないんで、実際どんな敵なんだろうね。はい、かなり大きいぞこれ。大丈夫か。うわー、来た。うわ、起きちゃった。いや、だからお昼寝の最中邪魔しちゃいけないよ。ほんと機嫌が悪いんだから。我が輩もだ。機嫌悪いんかい。いや、なんとかなるだろ、クリボーだぞ、知ってるでしょ。どんな感じ。うわー、でっかー、激闘ギガントクリボー。大きいですねとにかくあのクリボーを倒すみたいだね。行くぞみんなで。ガー、なんで我が輩よりもでかいんだ。よし、とりあえず敵の状況を見よう。他にも敵がいるのか。ギガントクリボーだけじゃないみたいだ ね。弱点は耐性が全部、弱点がない、超でかい、一番近い相手に近づきながら間にある全てのものを押し潰す、どうやって戦うのこれ。飛ばしパワー、移動している間足元の相手やブロックをぶっ飛ばす。移動するところにいるとものすごいぶっ飛ばされるわけだ。どうやって倒すんだこれ。我が輩もあのクリボーは見たことがない。さすがにびっくりなでかさだな。一回攻撃を当ててみるか。よし、ここは我が輩がまずはこのメカアーミーで、ちっちゃいメカアーミーで、あの近くに行かせて様子を見させてこよう。さあ行け、メカアーミーよ。あそこまでか。まあまあまあ、そこまで行ったらちょっと足止めになるだろう。よし、そして次は我が輩がカイザーバズーカをくれてやる。くらえ、クリボー、すまない。いや、全然食らわない。どうやって倒すんだ。どうしましょう。どうしましょうですよ、本当に。とにかく空中からツインザパワー2回食らえ。全然食らわないな。動いてきたところを撃つヒーロースカイト、これでとりあえず狙い撃ちます。お願いします。ラビソルキャノン、さすがにここまでは来ないでしょう。何が来るか分かんない。チームプロテクトお願いします。チームプロテクト、本当にどんな攻撃来るか分かんないからね。ターン終了。さあ、まず小さい敵が動いてきた。おお、あれを狙ってくれるのか。なる、我が輩のメカアーミー、お役に立ちまくりだ。よし、これは大丈夫だ。さあ、これだ、ギガント君動いた。よし、いいぞ、ナイスナイス、メカアーミーに当たってる。いいぞいいぞ。でも全然食らわないな。なんだあの目、どこを見てるんだ。これではまずいので、僕たちの力、パワーアップで、スパークスのパワーを使って、パワーアップです。よし、これで攻撃力が上がりました。ガッ、我が輩も攻撃力が上がったわけだな。カイザーバズーカ、そんなに食らわないな。強すぎる。お願いします。ケイ、チームジャンプしてからのツインザッパー。どれでも食らっとけ。よし、とりあえず当てたぞ。どう来るかちょっとわからなさすぎて。あの小さい敵がずっと
熱い熱い熱い小さい敵がずっとあのクリボーの後ろに隠れてるんだよ。ゆうたい、ピーチ姫はお守りするぞ。ナイスクッカー。ここら辺はいいところあるね。いやー近づいてきたぞ。これまずいんじゃないか、近づいてきたら。アゲハイの女神、もう一回だ、行ってこい。このクリボー、ギガントクリボーを止めてくるんだ。いや全然食らわない、全然食らわない。こんなものか。あっちの小さい敵をなんとかしたい。よし、我が輩がカイザーバズーカでお見舞いしてやる。いいぞクッパ、ピーチ姫を安全な場所に飛ばすんだクッパ。さようならピーチ姫。ここまで来たよ、敵を倒していきましょう。ピーチ姫がね、いいですよ。ラピュタルキャノン、オッケー、ナイスです。よし、これもあっちに行く。そうですよね、なんかこっち見てるねえ、見てる方向ですよね。普通は違うのかな、わかりません。だけどここまでは届かないと思います。届かないですかね、多分ですが。よし、とりあえずツインザパンスラッテロ。よし、いいぞ。さあ一旦ターン終了。この敵だけだなと。あーこれ、あー痛い、来た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 、オッケーオッケー、ギリギリセーフだった。ギリギリセーフ、いいぞクッパ。これは我が輩どうすればいいんだ。いけないんですけど、君でかすぎ、いけないんですけど。いけない、でっかいな本当に。カイザーバズーカでも食らってな、クリバー止まれ。さすがに止まんないか。とにかく僕たちはこっちの小さい敵を倒していきましょう。結構これが厄介なんで。厄介ですよね、厄介です、本当に厄介です、ね、まずはストンプ、2回スタンプ、オッケー。このクリボーにとりあえず当てます。オッケー。さあ次、ヒーロースタイトだな。クリボーが動けば狙い撃つ。あとはクッパをどうするかだな。我が輩はまだなんとかなるはずだ。なんとかなる。ターンエンド。さすがに近寄ってこれ。よし、動いた。オッケー。クッパまでは近づけてない。あ、また出てきたぞ。うおー、こっちどんどん出てくるな。出てきてすぐ攻撃か。またか、我が輩追い詰められました。まずいことになったな、やっぱ。とりあえずメカーミーだ、これでも食らってるわ。クリバー、さあ当たってね、こんなに当たんないんですけど。さあどうする、クッパ。我が輩アイテム使っていきます。ブーストブーツ、これを使えば我が輩もう一回動けます。これでクリボーと距離を空ければ逃げることができる。そうですね、オッケー、ちょっと逃げてください。とりあえず逃げときます。オッケー、いいぞクッパ。さあでもこっちはこっちで何とかしないと。ザブンスライディングつけて、スライディングをするとなんと強くなるんでね、かなり。はい、オッケー、これでどうだ。メラメラメテオ、さあ燃えてなくなれ。敵さん、これなら倒せるんじゃないか。オッケー、オッケーです、やった。さあ、あとあのギガントクリボーをなんとかしないと。さあ、ここに穴があるんで、ここは渡ってこれないみたいですから。じゃあ行きましょう、チームジャンプ。さあ、どうなる。さあ、とにかくスインザッパー当てていかないと。ラビサルキャノン、ラビサルキャノン、ナイスキャノン。オッケー、さあこれでターンエンド。さあどうする、来た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 。でもそんなに動きが全然動けないんだね。大丈夫、ここは隠れても大丈夫。隠れてたのに痛いな。岩が壊れました。また出てきた、また出てきた。うわ、またか、また出てきた。なんとかしないとね。さあクリボーをなんとかすれば戦いは終わる。なんとかしよう。クッパがちょっと離れれる、これで。オッケー、避難避難、ありがとうございます。さあこれでドカン、パワーアップをもう一度。パワーアップ、いいぞスパックス。クッパのカイザーバズーカ。よし、ピーチ姫のアビソルキャノン、アビソルキャノン、オッケー、スインザッパー。さあどうなる、もう少し、もう少し、結構いけそうです。もう少しですね、もう少しです。オッケー、ターン終了。来たぞ、この攻撃はもう耐えるしかない。熱い、でも大丈夫、僕は気に強いから。痛い、でも痛い。おお、来た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 、だいぶ近くに来たぞ。まだ来るのか、やめろ。結構限界来ました。あー、まだ来るの。あー、これはこれはきつい。オッケー、とりあえずオッケー。さあこのターンでこのクリボーを倒しましょう。それで終わりだ。よし、
全員で総攻撃だ。もうこのクリボーは言うことを聞かないクリボーの親玉みたいなもんだ。全く言うことを聞かないクリボーだ。そうだね、行くぞ。まずはメカーミだ。小さい攻撃力だが3体集まればまあそれなりだ。塵も積もれば山となるだろう。ガッハッハ、よく知ってたな、そんな言葉。クッパ、さあ行くぞ。チームジャンプ、踏めるかどうか近くに行ってみますけど、踏めません。踏めない、でかすぎ。クリボー、全力パン。さあもう少しですよ、あと350。いけるか、このカイザーバズーカーで。おしまいだクリボー。ロボットくん、まだでした。ピーチ姫お願いします。最後。はい、最後はピーチ姫でお願いします。ラビサルキャノン、ナイス、オッケー、倒した、バトルクリア。いやー、あんなでっかいクリボー、ほんと初めて見たな。大きかったクリボー。仲間になってくれればどんだけ頼もしい大きさだっただろうが、まあ我が輩の方が強かったね。なんか上に乗っかりたかったですよ ね、 ね、絶対クッパより強かったし。クリボー、目が覚めないのか。クリボー、あー消えた。クリボー消えちゃうんだ。激闘機ガットクリボー、強かったな。ゴールドプリズムをゲットした。最後ちっちゃいクリボーいっぱい出るんかなとかいろいろ ね想像したんだけど、大きいクリボーが消えてなくなって終わっちゃいました ね。これ見て、初めてゴールドプリズムを手に入れました。ヒーローのスキルツリーにさらに解放できます。わお、なんかこれ強くなるの。おお、これはもうまさにコンペイトーみたいで美味しそうですね。はい、いやー残念だったな。でもクリボーが仲間になってくれたらクッパより絶対強くて役に立ちそうだったのに。そんなことはない、我が輩はここにいるということは、クリボーより我が輩が強かったということではないか。うん、そうだね。はいはい、そうですけどね、これはチーム連携がなせたまさに勝利なんで、あなた一人の勝利じゃないよ。あそこでスパークスが困ってるみたいなんで、よし、ここに行ってみよう。はい、さあこっち。おお、何これ、緑のリングだね。え、フラフープでしょ。これを取るといろいろもらえるやつだね。どこにある、下か。しっかり間に合わないんじゃないか。さあダッシュで、オッケー。さあ次はどこ、これ見えないんだよね、どこに。あった、こっちか。あ、取れなかった、すいません。さあもう一回チャレンジします。はい、フラフープ、はい、フラフープをくぐって。さあ今度はこっち、そんな道が分かってるからね。うん、今度はこっち、こっち、オッケー、いいぞ、あった、こんなこっち。さあ次、オッケー、ゲット、これでお宝ゲットだ。お宝ですね。さあこれはオッケー、プラネットコインゲットだね。さあ次なんかね、スパークスを助けたいんだけど、スパークスを助けたいのは我が輩はま関係ないんだけどね。まあまあそう言うな、他の敵だって大きい敵がいるらしいぞ。そのためにはスパークスがいないといけない部屋もあるみたいだから。そうなのか、じゃあスパークス助けよう。いいね、こっちだね、こっちだ、怪しい怪しい。おお、いる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 、敵がいるぞ、いるいるいる、あ、この奥にいる、あのスパークスをなんとかして助けないと。よし、この敵は弱いな、この敵は弱いんで一瞬だ、虎の親分、チャチャッと行きましょう、ピーチ姫。はい、はい、一瞬だったね、一瞬です。バカ、はい、何もしてない。さあ行くぞ、スパークスを助けに行くんだ。スパークス、何これ、どこ、ちょっと待って、待って待って、謎解きみたいになってんのこれ。プール、あ、違うか。え、なんだこの絵、これは、ねえ、絵を直してよ。水が喋った、奥義ったら、また肖像画をバラバラに壊しちゃったみたいなんだ。正しいところに戻してあげて。今のこの噴水が喋ったんでしょうか。せっかくですから絵を直してあげましょう。願い事とか叶えてくれるかもしれませんよ。おお、それはすごいな、素敵なことだね。いや、もう本当、もうクッパが言うな素敵とか。よし、とにかくこの絵を直していこう。そうです、100着欲しい、100着すごいな、いっぱい欲しい。これは合ってるっぽいね。いや、合ってないな。さあどれだ、これか、やっ、おー、ぴったり合ってる感じですね、おイラストが。おお、やった、なるほど、やった、やった。絵を直すっていうのは簡単なんだな。いや、簡単っていうわけじゃないけど、まあまあまあ今回はこう簡単だね。はめればすぐに分かるから、うん、そんなに難しくはないですね。はい、
オッケー、これは綺麗にあったな。さあ、あと2つあるみたいだけど、ここはやっ、これは違うな。違いますね。すごい絵だな、しかしこれ何の絵なんでしょうね。何なんでしょう。なんか青い生き物ですか。パンダみたいにも見えるけど。そうですね、変わってるな。ちょっとウサギっぽいパンダ、ね、さあ、これが最後のイラスト完成しますよ、はい、さあ、どうなるんだろう。願い事が叶うのかな。おお、びっくりした、揺れたぞ。いやいや、そんなにびっくりすんなよ、クッパ。いや、なんか出てきましたけど。あら、我が輩のおかげだ。いや、おお、クッパのおかげじゃない。うわー、出てきた、ウスパックスだ。わお、しかもなんか、雷。あ、どっか行っちゃったよ。え、待って、行かないで。え、願い事叶えるんじゃないの。え、願い事は、えぇ、ー、ちょっと待って、スパックス追いかけよう。とにかく、ドレス、ドレス、ちょっと願い事叶ってないんですけど。おお、え、出てきたぞ。スパークスはここか。わあ、すごい。お、あ、登れない。え、登れないんですけど。私たち、え、どうすんの、どうすんの。坂道、あ、これか。あ、これね。これね、はい、よっしゃ、発射ってどういうこと。とにかくこの、あ、見て、スパークス、さっきのスパークス、ね、ハマっちゃったかな。助けてあげないと。助けてあげないとね。そうだな、願い事叶えるんだろ、マリオ。そうだな、よっしゃ。マリオは何がいいの。僕ですか、うん、僕はそうだな、やっぱりキノコがいっぱい欲しい。え、嘘、本当。キノコだけでいいのか。キノコだけでいいの。本当にダークベスゲート壊せだと。なるほど、あそこにスパークスが捕まった感じかな。ボム兵がいっぱいいるな。があそこに捕まっているようです。あのゲートを壊して助けてあげましょう。なるほど、やっぱり正解、ビーポー、わかった。あんなところにボム兵が。ゲートに向かって投げれば壊せるかもしれません。早速やってみましょうか。やはりボム兵を使うのか。本当に言うこと聞かないボム兵だ。ドキドキ。さあ、あそこのゲートにボム兵を投げれば、8回投げれば壊せるみたいですね。8回ですね。結構投げないとね。ちゃちゃっと投げていきたいところだな、これは。よし、じゃあマリオ、分かってる、俺が行けばいいんだろ。分かってるじゃないか、行ってこい。 OK、 いらっしゃい。まずボム兵をスタンプ、スタンプ。さあ、降りたい。ああ、爆発しちゃった。オッケーオッケー、当たった当たった。いいぞマリオ、あとちょっとだ。いや、あとちょっとではないぞ。さあ、ここで敵を倒していく。かっこいい、これ。そしてさらにこのゴーストウォークでマリオは消えます。消えやがってマリオ。あれ、どこにいるんだろう、見えない。あいつだけいい感じに逃げてますよ、ピーチ姫。ほんと困ったやつだ、困ってはないんだけど。ピーチ姫、そのボム編危ないんで。はい、オッケー、ナイス。よし、それでは我が輩が行こう。こっちにいる敵は我が輩のこのドッサンアタックでゴー。オッケー、よし、とにかくここに隠れよう。隠れるんだな。クッパも隠れるんだ。ターンエンド。さあ、どう来る。来た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 。ボム兵をね、あの、使わないといけないからね。倒すというよりは。来た来た来た、敵が来たぞ。クッパ痛いけど、そんなに痛くない。なかなかいいね、さすがクッパ、強くなったもんだ。さあ、来た、ボム兵よ。まったく見事に敵になりよって、我が輩が投げてやろう。はい、ドカン。さあ、今度マリオもボム兵を使っていく。さあ、ここ投げる。へい、あと5回だね。ギブチップ。さあ、ここで降ります。スライディング、拾う、はい、そしてボム兵を投げる。あ、届かないか。届かない、届かないですね。ちょっと遠かったかな。仕方ありません。マリオが踏む、降りる、拾う、投げる、投げる。オッケー、あと4回。さあ、ここにいる敵はじゃあこのメラメラオーラで倒そう。危険だからね。オッケー。さあ、熱い熱いよ。さあ、どうだ、このまま倒せます。オッケー、ターンエンドと行きましょう。さあ、あとボム兵が出てこないとね。おい、痛い、見えないところで攻撃。せめて見えるように攻撃しなよ。さあ、敵が出てきたぞ。お、来た来た来た、ボム兵来ましたよ。ボム兵を使わないとね、この戦い終わらないんで。ってか、これ見えないんですけど。クッパがめっちゃ食らってるな、見えない感じで。さあ、他にボム兵は、
あとボム兵何回でしたっけ？4回。はい。OK。よし。OK。お、いけた。そのゲートにぶつけるんです。はい。力いっぱい。ナイス。さあ、あと1匹。この、俺マリオが。待て待てマリオ。我が輩の手下ボム兵だ。かわいそうだが、我が輩が何とかしてやろう、最後はね。さあ、ボム兵ちゃん、拾ってあげるよ。そして、投げちゃってあげるよ。ドキドキ。まあまあ。終わったよし、オッケー。とにかく、ボム兵を使って、スパークスを助けることができそうだ。さあ、そのスパークスとやらを、助けてやれ、マリオ。さあ、これで、あのダークメスだまりから出てこれるはずだけど、大丈夫だったかい？助かった。ちょっと飛んだだけであんなことになるなんて。本当にちょっと飛んだだけだったのにね。大変なことになったね。僕はエレキスライダービリビリさせるなら任せてよ。すごい電気の力か。これはまた役に立ちそうだ。出発前にもう一飛びしてきてもいい？また飛んでいくのか。気をつけろよ。大丈夫だよ。一難去ってまた一難。本当だね。よし、とりあえずこれでスパークスが仲間になった。これで願い事は叶うのか、マリオ。さすがに願い事が叶うかどうかはビーポが言ったことだろ。今回は泉が喋ったんじゃなくてスパークスが喋っただけだったんだよ。謝れビーポ。ドレス100着欲しかった。願い事は叶いませんでした。あらら。まあとりあえずね、今回はでっかいクリボーを倒してスパークスも助けることができたんで。できましたね。このともしびビーチも平和になってきました。はい。次回からまた冒険を続けていこうかと思います。それじゃあ今回は以上です。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。よろしく。他にもたくさん動画があるんで見てください。見てください。それじゃあ次回の動画でまたお。バイバイ。バイバイ。